頭の潰れたネジ。はい、どうもこんにちは。ジェット大輔サングラス絶賛売り切れ中でございます。来月入荷予定。とあるおもちゃを買いました。このおもちゃについてはまたね、後日改めて紹介したいと思いますけども、このネジがですね、不良で、ポコッと取れてしまうんですね。ここ、外せなくなってしまいました。どうしたらいいのか。で、まあ普通に考えるとね、こういったペンチでね、このネジをね、グリグリするわけですけどもね、一向に取れません。このペンチよりもいいプライヤーとかなんかそういうものはないかなと、Amazon で検索したところ、じゃじゃん！ネジザウルスというものです。プライヤーの口をですね、恐竜の口に見立ててネジザウルスという感じですね。デザインがね、これね、メカメカしくてね、結構かっこいいんですよね。頭の潰れたネジを外すと。この場合ね、頭が潰れたというよりは頭が取れてしまったネジなんでね、どうかなと思うんだけどね。ちなみにネジザウルスね、ここにバネがついておりまして、常に口が開いた状態になってしまいますんで、じゃじゃん、ウルスマスクというね、こういったキャップをね、別売りしております。てっててーん、ガチャンと。ほんとメカメカしいデザインでね、 SF っぽいですよね。普通のペンチやプライヤーと違って、ここの溝、縦にも溝が入ってると。潰れたネジの頭をグッと掴んでギャーッとというね、なかなか評判のいい商品らしいです。ネジの頭を掴んで外す工具です。ネジ部には使用しないでください。ネジ部には使用できないのか。これネジの頭ないからダメじゃん。でもやるしかないよね。ガッツ、ダメだわ。やっぱりこれネジ頭がないと外れない。でよーくよく見ましたらば、これ六角になってない？六角レンチいけるんじゃねえのこれ。そしてショックです。六角レンチで楽々回ってしまいました。外れた。六角レンチで外れた。これや。わしが求めてたんはこれやがな。ネジザウルスでございました。また機械やったら使ってみたいなと思います。はい。そして、見つけました。ネジを、ここ。ここにね、ネジを見つけてしまいました。今からね、このネジザウルスで取ってみたいと思います。ガシッとネジ山掴みました。お、回りますね。よっ、思い出した。これ取っちゃダメなネジだ。エアコンのリモコンが引っ掛けてあったネジだ。これ取っちゃダメなんだよ。